弁祭典立像京都府木津川市、浄瑠理事伝来弁祭典は、仏教の守護神である天部の一つ。ヒンドゥー教の女神であるサラスバティが、仏教に取り込まれた呼び名である。神仏集合によって神道にも取り込まれ、様々な、日本的変容を遂げた。弁祭典座像岩手県森岡市、松園寺日本の弁祭典は、 吉祥天その他の様々な神の一面を吸収し、インドや中国で伝えられるそれらとは、微妙に異なる特質を持ち、本人衰弱では、日本神話に登場する、宗方三女神の一柱である、四所島姫,姫命と、同一視されることが多い。七福神の一員として、宝船に乗り、縁起物にもなっている。古くから弁祭天を祀っていた社では明治初頭の、 神仏分離以降は、宗方三女神、または、四所島姫命を祀っているところが多い。瀬尾律姫が弁祭典として祀られる例もあるが、少ない。金三脇最小王行における、弁祭典は、根高名行を人に説いたり、他者から聞くものに、知恵、長寿、富を与えるとされる。弁天、または弁天さんとも言われ、弁祭典を本尊とする道は、 弁天堂、弁天社などと称されることが多い。サラスバティの神役は、弁祭天あるいは、弁祭天であるが、日本では、財宝神としての側面に信仰が集まり、ベ弁祭典天や、弁祭天と表記する場合も多い。サラスバティ言語の、サラスバティは、インドで最も古い聖典リグベーダに現れる聖なる川とその化身の名である。水の女神であるが、次第に、 芸術、学問などの地を司る女神とみなされるようになった。ヒンドゥー教の創造の神、ブラフマーの妻である。他方で、弁祭典は、音楽神、福徳人、学芸神の性格に加え、戦勝神の性格も持つものがあり、造用は、二、肘像と八肘,肘像の二つに対別される。二、肘像は、琵琶を抱え、 バチを持ってそうする音楽神の形をとっている。密教で用いる了解曼ラのうちの、大蔵曼ラ中にその姿が見え、大日経では、妙音天、美音天と呼ばれる。元のサラスバティにより近い姿である。ただし、大蔵曼ラ中に見えるに、肘像は、後世日本で広く信仰された天尿型ではなく、菩薩型の像である。八肘像は、 五世紀の中国の五個十六国時代に、中インドから新疆へ赴いた曇り無心が、仏教経典スバルナプラバーサスートラを簡約した、金三秋最小王行、大弁裁天用品の諸説によるものである。八本の手には、弓、や、刀矛、矛、斧、長所、鉄輪、剣作を持つと説かれるが、そのすべてが、武器に類するものである。同経典では弁裁、弁栽、 知恵の神としての性格が多く説かれているが、その造用は、神語国家の戦神としての姿が強調されている。ヒンズー教におけるサラスバティは、川の名前であったものが、女神となったもので、手に本や樹図、縄、ビーナ、水亀などを持ち、英知や学問、音楽の神とされるが、漢訳経典、金三秋最小王帝巻第七、大弁祭典入品、第十五では、 弁裁典は、金蜜脇最小王行の、ご法神として登場し、眷属を率いて、天の儀学を行って、金蜜脇最小王教を擁護し、諸病苦等を除く役割を果たすとある。弁裁典のだらにを称せば諸願が成就し、財を求めれば、多くの財を得られるともあり、これが後に、弁裁典が、福徳の仏とみなされる根拠となり、 川辺に居住するとあったことから、川や湖、池などに祀られるようになった。また、八本の手に弓、や、刀、斧、長所、鉄輪羅作といった武器を持つとあることから戦闘神としての機能もあり、これは、日本の、別尊雑記や、白宝章にも描かれ、これが宇賀神と集合した、畜武島の八尻の弁祭天座像や江島神社の八 尻の木造弁祭天座像などにつながる。8世紀の創一行による大日経書では、サラスバティのことを妙音楽天とも弁祭天とも言う、とあり、これを受けて、鎌倉時代初期の漫シャボ本、大蔵級図用や、現ン曼荼羅では日本の手でビ琶を引く二人像として描かれている。日本ではこれらの経典に基づいて、八本腕の戦闘神的な弁祭天と、 日本腕の琵琶を持つ、弁祭典とが形作られ、互いに影響関係を持ちながら変容し、鎌倉時代に宇賀人との集合によって大きな変化を遂げていった。木造弁祭典座像作、重要文化財、鶴岡八幡宮所蔵。像本体は裸に腰布の一枚をまとった姿を掘り出したもので、その上に衣服を着せる様式である。 日本での弁祭天信仰はすでに奈良時代に始まっており、東大寺北家道安置の八肘の立像は、破損甚大ながら、日本最古の存像として貴重である。その後、平安時代には、弁祭天の作例はほとんど知られず、鎌倉時代の作例もごく少数である。京都市、白雲神社の弁祭天像は、大像曼荼羅に見えるのと同じく菩薩型で、 琵琶を演奏する、形の珍しい像である。この像は、琵琶の名手として知られた、大城大臣、藤原市長が信仰していた像と言われ、様式的にも鎌倉時代初期のもので、日本におけるに、肘弁祭典の最古例とみなされている。同時代の作例としては他に、大阪府、高貴寺像や、文永三年の名がある、鎌倉市、鶴岡八幡宮像が知られる。 金世以降の作例は、八肘の座像、二肘の琵琶断創造ともに多く見られる。弁祭天座像滋賀県筑生島、法岩尾寺弁祭天座像。とぐろを巻いた蛇と老人の頭を持つ宇賀神を頭上に、いただく。ザイ五部業にこうした姿が説かれる中世以降、弁祭天は、宇賀人と集合して、頭上に多面蛇茶体の宇賀人をいただく。 姿の、宇賀弁祭典が広く信仰されるようになる。弁祭典の化身は、蛇や竜とされるが、その諸説は、インド、中国の経典には見られず、それが説かれているのは、日本で占術された宇賀弁祭典の儀教においてである。宇賀弁祭典は、八肘像の作例が多く、その持ち物は、根光明行の八肘弁祭典がすべて武器であるのに、対し、新たに、 宝主と鍵が加えられ、副徳人、財宝神としての性格が、より強くなっている。弁裁典には、十五童子が、剣族として従うが、これもが弁裁典の儀教によるもので、1日より十五日に、至り、日々羽賀人に急死して主張に、福地を与えると説かれ、平安風童子の水らに言った姿をとる。十六童子とされる場合もある。近世になると、 七福神の一員としても信仰されるようになる。室町時代の文献に、大黒天、美写門天、弁彩天の三尊が合一した三面大黒天の、像を、天台宗の海祖最長が祀ったという伝承があり、大黒、恵比寿の波氏と共に、七福神の元になったと見られている。また、元来インドの過信であることから、平安初期から末期にかけて仏像が、 日本各地で活躍した水に関する自責に、また、日本各地の水神や、危機神話の代表的な会場神の四所島姫命と、神仏集合して、泉、島、港湾の入り口などに、弁天社や弁天堂として、数多く祀られた。弁天島や、弁天池など地名として残っていることもある。いずれも、海や、湖や川などの水に関係している。 弁財天は、財宝神としての性格が強調されるようになると、才の音が、財に通じることから、べ財天と書かれることも多くなった。鎌倉市の千洗い財天宇賀福神社はその、典型的な例で、同神社境内容の洞窟内の湧き水で持参した、銭を洗うと、数倍になって帰ってくるという信仰がある。日本各地で、 代表的な弁天と標榜する者は多い。武蔵野三大遊水と呼ばれる石神井川水源の三宝寺池、全福寺川水源の全福寺池、神田川水源の井の頭池には、いずれも弁天社、全福寺部ざ天、店、井の頭部ざ天店が置かれている。兵庫県六甲山山頂にある大きな岩倉を御神体とする六甲日の地神社は、部ざ天店を祀るとされる。 六甲三六、周辺には、下彩天を鎮守神とする寺院が多いが、真珠寺の南の目上山の、縁の行者と下彩天が開港したという伝承のある、場所の岩倉には、縁の行者の像が鎮座する。縁の行者は、その後、天武天皇と共に、天下で、伊勢神宮内宮荒祭宮の祭神を、下彩天として祀る天下大下彩天社を創建した。また、 弁祭典の縁日は、江戸で、身の日とされており、六十日に一度巡ってくる騎士の日は、特に縁起の良い日とされている。弁天信仰の広がりとともに各地に、弁祭典を祀る社が建てられたが、浸透色の強かった、弁天社は、明治の神仏分離の際に多くは、神社となった。もともと弁祭典を祭神としていたが、現在は、 四所島姫命として祀る神社としては、奈良県の天が大部在天社などがある。神奈川県の江島神社は、主祭神を、胸方三女神に改め、弁祭天は、拙者で祀られる。また、畜部島の方岩尾寺では、弁祭天を祀っていた本殿が、四所島姫命を祀る神社として分離され、宮島の五福島神社では、弁祭天像が対岸寺へと移された。 以上のように、近世以降の弁祭天信仰は、仏教、神道、民間信仰が混交して、複雑な様相を示している。趣旨は、一木島姫の命を祀る神社については、宗方三女神や一木島神社を参照。ありがとうございます。